こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、不安、恐怖や不安の乗り越え方というね、そんなお話をお伝えしてきます。まあ、これから何かをしようとしたりとか、例えば独立もそうですし、例えば一念発起して何か新しいことをする、そういう時結構多いのがですね、恐怖で動けないとか不安で動けないとか、なかなか恐怖や不安でチャレンジできないとかね、そういった方がたくさんいらっしゃいます。で、実はね、それにもなぜ不安や恐怖を感じるかっていう理由もあるし、その理由を知っておくと対処法も分かってきますので、今日はそれをお伝えをしていきます。で、参考にしていただければと思います。で、この動画では波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしております。で、お伝えしている内容は僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして波動を使った企業のコンサルティングなどでクライアントに実際に効果のあったものを中心にお届けをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、波動についてはですね、こちらの2冊の本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わると、ミリオネアバイブレーション、この2冊の本に書いてます。で、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるは波動の基本的な教科書になる本を作ってくださいという出版社からの依頼で書かせていただいた本です。で、こちらは、波動とお金のお話ですよね、それについて書かせていただいた本で、両方とも波動の基本的なお話を切り口を変えて書かせていただいてますので、ぜひこの2冊も参考にしていただければと思います。で、このミリオネアバイブレーションの方にはですね、お金を引き寄せるエビス様シールというものをつけてます。で、これをね、ラミネートしたりビニールに入れて、財布に入れておくとですね、臨時収入入ってきたりね、そんなお話もたくさんありますので、ぜひ、エビス様シールもご活用ください。そこからね、エネルギーが出てますので、こうね、手をかざしていただくと、人によってはピリピリ感じたり、人によってはスースーしたり、人によっては温かくなったりね、その時の自分の状態とか人に応じて変わってくるんですが、そういうことも感じられますので、ぜひ、手に取ってみてください。で、今日のお話はですね、恐怖や不安の乗り越え方というね、そんなお話を、お伝えをしてきますが、冒頭でも、お伝えしたように、結構なんかチャレンジするときに、不安を感じたりとか恐怖を感じたりとかして、なかなか行動に起こせないっていう方もたくさんいらっしゃいます。で、実はですね、不安とか恐怖っていうのはもう幻想なんですよね。幻想、勘違いね。で、なぜそれを感じるかというとですね、分からないから、どうなるか分からないからなんです。想像ができないから不安や恐怖っていうものを感じるんですよね。で、僕たちの脳みそっていうのは未知なるものを怖がるようにもできてます。未知なるもの、なぜなら僕たちの脳みそっていうのはもう分かっていること、予定調和のことが一番安全なんです。それがたとえ今とてもしんどい状況でも、今と同じ状況であれば予測がつくので、なので脳みそにとっては今たとえしんどい状況でも脳にとっては安全なんですよね。なぜなら予測できるから。でも何か新しいことをしたりとか、一念発起して何かチャレンジするとか、それっていうのは今までの自分の人生の中ではないものなので、脳みそにとってはどうなるかが読めないですよね。どうなるかがわからない、だから恐怖を感じるし不安になっていくんですよね。なので、そのことを知っておくといいというか、そのことを知っておくと脳みその中にデータをまず入れていけばいいので、対処法というのが分かりやすくなります。で、まずというか、やるといいのは、何をやるといいかっていうとですね、最悪の想定をすることです。最悪の事態のことを想定しておく、今からチャレンジすることで、もう最悪の場合、このチャレンジが失敗した場合どうなるか、どうなるかを想像することで、その時の対処法も想像しておく。どうしたらいいか、そうなった時自分はどうしようかっていう対処法をする。で、そうなった時の自分のメンタリティも想像しておく。こうなった時こう捉えるようにしようと。例えばサラリーマンを辞めて独立した時で、独立して、一番最悪の状態っていうのは、やろうとしたことがうまくいかなくて、資金繰りが悪化して、なんか貯金が底を尽きるとかね、そういう時どうするか。そうしたらもう一度
バイトをしたりとか、もう一度就職をして、体制を立て直すというのを決めてもいいですし、どこかなんか資金の援助先っていうのを先に決めておくっていうのでもいいですしね、どうなることどうなるかで対処法はどうするかっていうことを先に想像しておく、決めておくこと、これも書いておくとですよね、そういうのを書いておくことで、その時にどう捉えるかっていうことまで書いておくといいです。例えばその時に、もう自分の人生終わりだって思うんではなくて、これは一回失敗はしたけど、ここからもう一度立て直せばいいって、まずは決めておく。もうネガティブの底の底を想像するんではなくて、違う捉え方っていうのも書いておくことです。そうなった時には、今の自分では実力不足だから、もう一回、バイトをしたりとか、もう一度就職をして、そこから立て直して、また時間をかけて、副業をしながら体制を整えていくっていうことを決めてもいいですしね、そういうことをしておくんですよね。でそうすると、そうやって想像したりとか、対処法を決めておくと、脳みその中ではそれは予定調和のことになるんですよ。脳みその中では想像できることになってくるので、恐怖が薄らいでいくんですよね。なので、まず最悪の想定をしておくっていうのがすごく大事です。最悪の想定をしておくと、脳みその中で予測できる物事になる。これがすごく大事なんです。脳みそは予測できないことが怖いので、なので予測できることにしておくっていうことが大事です。でこれを言うと、そういうことを想像するとそれが起こるじゃないですかっていう方もいらっしゃるんですけど、そんなことはないです。それを想像したとて、それが必ずしも起こるわけではないので、一度ちゃんと最悪の事態を想定するということをしておいてください。で、結構なんて言ったらいいのかな、いろんなことチャレンジを次々できる人って、このことがね結構できてるんですよね。天然でしてる人います。どういう人は天然でできるかっていうと、もう本当に食うものにも困って、住むところもなくて、野宿生活とかね、そういうことを経験した人って結構強いんですよね。あの時もうそれは脳みその中でその状況も想像できるから、でそれでも生きてこられたっていう自分の中で経験があると、それほど怖くないです。最悪あそこになるだけみたいなね、とはいえ、ほとんどの人はそういう経験はないので、だから怖かったり、だから不安になったりするので、なのでまずは最悪の想定をしておく。でどうなるか、どう対処するかで、自分の捉え方っていうのをまず決めておくということをされるといいかなと思います。で、この最悪の想定を一回した上で、今を前向きに生きること、最悪の想定をしっかりした上で、今前向きにポジティブにいいイメージをして、いい言葉を使って生きるっていうことがすごく大事なんです。ほとんどの人はいい方しかしないです。いい方しかしないので、うまくいかなくなるんですけど、最悪も同時に想定しておく。でこれね、緊張する人とかにも、おすすめなんですよね。なんか、大きなことにチャレンジして、緊張する。例えば人前で、何百人の前でお話をするとかね、そういう時にすごく緊張される人多いんですけど、それはなぜかというと、失敗したらどうしようとか、うまく話せなかったらどうしようとか、そういうことで緊張していくんです。なのでその時も、うまくいかなかった時のことを想定して、じゃあその時どうするかっていうことをちゃんと前もって考えておく。でこれを考えておけば、もう準備はできるのでね、失敗した時の準備は想定できてるので、あとは今の自分の実力をちゃんと発揮するだけと。発揮できなくて、うまくいかなかったらこっちのその最悪の状態になるので、発揮したのにうまくいかなかったら、それはもうただの実力不足なので、それも想定しておくことですよね。で今自分ができることに集中すると、あんま緊張しづらくなってくるんですよね。これは僕も日々使っている、日々というか、なんかチャレンジするときには使っているやり方ですので、そこもぜひ参考にされるといいかなと思います。で繰り返しておくと、不安や恐怖っていうのは想定できてないから、想像できないことなので、脳の危険信号として感じているものなので、
で、だから最悪の想定をしておくと脳みそはそこまで恐怖を感じなくなりますのでね、ぜひやってみてください。でそこをしながらプラスのことを考えていくっていうことをぜひやっていただくといいかなと思います。今日は恐怖や不安の乗り越え方というね、お話をお伝えをさせていただきました。でこういったお話以外に毎日ウィークで毎日 LINE 止めるマガで、メッセージをお送りしてます。願望実現のことや波動のことやメンタリティのこと、そういったメッセージをお送りしてます。そちらも参考になりますのでぜひ LINE 止めるマガもご登録ください。朝のうちに、基本的に朝のうちにね、メッセージが届きますのでね、そちらも参考にいただければと思います。で、登録先は概要欄に貼り付けておきますので、で今日のこの動画の内容が良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。